塾上会議学校2人教場表情を勉強しましょう。わかりました。先生、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、先生のレクチャー通りに。先生のレクチャー通りに。だから、ちょっと最初の感じは、やっぱ恋してる表情の感じで、はい、今好きな人を思い出した時の表情。はい。早、はい、はい、人がいない場合はどうしたらいいでしょうか。無理やりタレントでも大丈夫です。はい、わかりました。わかりました。行きましょう。誰にしようかな。あの、レイを見せます、私が。はい、お願いします。好きな人が、あっちから。出てきた。はい、よー。スタート。これでいいんですよ。そんな顔しない。顔しない。こう気づく。気づきね。あ、気づきね。何気にオーバーにしないと拾ってもらえませんから。そうですね。気づいて、気づいて。はい。次は。それは何？好きな人がいた。それは。ちょっとパンチ弱いな。弱い？私のようにこう来て、ふーんだな。こう止める、間が、間が必要です、こう。なるほどね、間がね。わかった。え、それカメラ目線だよ、今。今、そっちに行ったの。そっち、そっちね。大丈夫、やって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 。素晴らしい。それちょっとホラーです。ホラー。しばらく。何言うか、昔の美味しい喫茶店。本当に似合うわ。似合うわ、こうちゃん。昔のアイドルってさ、ジャケットコーダーだよね。そうだ、似合うわ。これごと、これごとがいいかしら。これごとがいいかしら。昔だ。好きな人が来ました。なんでみんな下手なんだろう。だから次は、え、もう次なの？なんで、なんかないの？次は評価ないですか？評価、評価なしか。キスの、キッチューする時、はい、彼の顔が来た時の、はいはいはい、こういう、こういう、え、カメラ目線？こういう感じでキスしてんのか。じゃあ次、荒木さん。荒木さんやって。かしげちゃう。え、ダメなの、かしげないの。え、じゃあやってみて。この中女優ですもん、一人。私はアイドルだから。私はほら、お坊さんだから。やって。素晴らしい。え、嘘、出した今。出した。次、ここまで前。評価なし、評価なし。これ、評価なし。ナスでもいいです。ちょっとそれさ、それさ、あれに撮っとこうよ。ライブ、ライブ、トークライブ、トークライブでお送りします。お送りします。そのコーナーもいいね。お題出してもらってお客さんから、例えば、顔ね、2人にやられてこの何これ。あ、ジローさん、やりましょう、それ。一人でやってるだけに。その手何って、何その手つみして、どうやったの。こういうあるじゃん。え、なんでなんでそうやるの。あなた、あの、指が3本入るものが入ります。どこに入れるの。何の話何の話だよ。昼間からキョトッとしちゃって、キョトッとしちゃって。やるやろうやろう。